自分自身で感じることができて、だからこうだああだっていうんだったらまだわかるんですけども、そうじゃなければどちらかというと偽善だなと僕は思うので、こんにちは、しんすけです。今日はですね、はじめ社長が失禁の動画を出したことに対して僕なりの考えだったりとか、僕が今感じていることっていうのをお伝えしていこうかなと思ってます。はじめ社長が失禁の動画を出したということで、ネットニュースとかでちょっとプチ炎上してますよという記事が上がったりしてるんですけども、まあ、それをね、実際に僕見せてもらって、僕が感じたことっていうのをですね、お伝えさせてもらおうかなと思ってます。カレーストップ。結論から言うとですね、はじめ社長そこまで悪くないんじゃないかなっていうのを感じてるんですね。はじめ社長が上げてる動画のコメント欄にはいろいろね、賛否両論があったんですけども、否定的なものであると、やっぱり倫理的にどうなんだろうとか、あとは不快だったとか、あと失禁をする方の気持ちになってないとかっていうことを言われてるんですけども、まあ、そもそもの話をするとですね、はじめ社長の動画だけを見ると、まあ、そういう風に感じてしまうのかもしれないんですけども、あの動画に上がってた失禁のマシーンですね、あのマシーンってじゃあそもそもどういうものなのかっていうのをしっかりとこう調べたりとか見た上で発言してるのかなっていうと、多分そうじゃないんじゃないかなという風に感じたんですね。あの失禁マシーンっていうのはどこが出してるかっていうと、失禁研究会っていうね、そういうところがまあ出してるわけですよ。でそこが出しているものをレンタルして、そしてまあ使ってみてっていうことで、まあ、ちょっとね、面白おかしくやってるということだったりとか、まあ、失禁の方をバカにしてるとかっていうことでちょっと炎上してるっていうことなんですけども、そもそもの話をすると、この研究会っていう人たちが提供しているこのホームページ、しかもね、このホームページって WIX なんですよね。 WIX でしかもこう無料で作っているホームページというか、まあ、ランディングページというか、そういうネットのページなので、ネタにするために作ってるのかなっていうような風に感じられても仕方ないのかなっていうような状態なんですけども、まあ、この人たちが出しているこの失禁研究会のこのキットですね、この失禁を体験するためのキットって、そもそも1日1万円でレンタルできますよみたいな感じで書いてるわけですよ。1日の金額なんで、2日だったら2万、3日だったら3万っていう、要はビジネスをするために貸し出しをしてるわけですよね。これが失禁をね、体験してもらうためだけにやってますよっていうことであれば、そんなね、1日1万で貸し出すとかっていうようなことじゃないんじゃないかなと思うんですね。1日1万だったらレンタカーより高いわけですよ、失禁を経験するだけっていうところなんでね。なんだけども、そうじゃなくて、やっぱ仕事、ビジネス、まあお金のため、まあそういうことで貸し出してるわけなので、そのレンタルで貸した後のことに関しては、もう使い方っていうのはね、自由なんじゃないかなっていうふうには僕は感じてるわけです。さらにですね、この下の方に書いてるんですけども、この研究会が書いているコメントの中にはですね、こういうこと書いてるんですね。ちょっと読ませてもらいます。失禁を楽しく学ぶためにはエンターテインメントの力が必要です。嘲笑うのではなく共に笑う、そんな失禁体験を提供しますっていう風に書いてるわけですよ。結局こう楽しくみたいな、嘲笑うじゃなくて共に笑うみたいな感じで、まあ、失禁っていうものを学んでいきましょうよということを書いてるわけなので、この研究会が出している、まあ、テーマというか、まあ、理念か分かんないんですけども、それに見合ったことをはじめ社長はしてるんじゃないかなと思うわけですね。失禁の経験なんてわざわざね、こんな1日1万とか借りなくても誰でもできるわけですよ。僕が看護学校に行ってた時って、看護学生全員におむつを履かせて、はい皆さん今からおしっこしてくださいみたいな感じでおむつの中にしっこをさせるというような、そういう演習があったぐらいなんですね。なので僕らの学年だったりとか、まあ僕らじゃない人たちもそうなんですけども、実際に全員おしっこをしたという経験があるわけです。僕も実際に自分でおむつを履いて、そしてベッドに寝て、はいじゃあベッドに寝た人から順番に自分でしっこしてくださいみたいな感じで言われて、じゃあしましたみたいな感じで演習の報告だったりとか、実際に自分が経験してどうだったかとか、実際に自分がベッドの中に入っていた時の状況だったりとかっていうのをまあレポートにしていくっていうような、まあ看護師の、看護学生のね、経験があったわけなんですけども、わざわざこの1日1万とか借りなくても、そういう経験っておむつ1枚あればできるわけですよね。しかも家でしようと思ったら、家でおむつして布団の中で入れば、そんなことっていうのはもう2、300円ぐらいでできるわけですよ。おむつ1枚も2、300円もしないですよね。なのでそれぐらいの金額でできるもの、あんなね、大掛かりの装置を使ってやるわけですから、まあそもそもエンターテインメント的なものがあるんじゃないかなっていうのはすごく感じてるわけです。それを使ってやってるっていうところを考えると、まあそもそもその研究会の理念に沿ったことを動画として出してるんじゃないかなっていうところと、そもそもこの道具自体がそういうもののために作ってると、要は失禁の方たちのことを思ってというよりも、どちらかというとこうエンターテインメントに近いような、
遊びとか言ったらちょっと変なんですけども、そういうふうに近いものとして提供してるんじゃないかなっていうのを考えたら、どちらもこう意図としてはイコールになってるものなんじゃないかなというふうに感じてるんですね。ただ炎上してるものの理由としては、こう失禁っていうものをおかしくしてしまうと、要は失禁っていうものを悪いものだったりとか、そういう人たちの気持ちになっていないっていうところがやっぱり原因になってるっていうところもあるので、まあ、確かに、ね、動画の内容を見ていくとちょっとねここは行き過ぎじゃないかなっていうようなところもいくつかあったんですけども、ただね失禁をしている人たちを嘲笑う人たちっていうのは、そもそもこういう動画を見なくても見ていても嘲笑うと思うんですね。僕とか看護師をしてるからかもしれないんですけども、失禁イコール珍しいものでもないというか、普通のことというか、あーおむつ買いましょうねぐらいな感覚なんですよね。なんか失禁してあーみたいな感じではなくて、失禁しておかしいとかいうのも一切なくて、まあ普通の感覚、まあ、日常の中の流れとしてあることだよねみたいな感覚なんですよ。ですので、そもそもその動画を見て嘲笑う人とか、動画を見ておかしいとか、動画を見て不快になる人たちっていうのは、実際にそういう失禁をしている人たちの気持ちになっているかどうかって言ったら、まあそれはどうなんだろうなっていうのは感じてるんです。まあ、偽善チックじゃないかなっていうのをすごい感じてるところもあります。世の中っていうのは本当にいろんな人がいるので、絶対ね、それおかしいんだって思う人もいるし、僕みたいに、まあそれが普通のことというか、まあ、日常生活で起こっても仕方ないよねって思う人もいれば、いや、嘲笑う人もいると。いや、いろんな人がいる中で、それはおかしいと言ったとしてもね、実際にそういうふうに思う人はいるんですよ。思う人はいるし、はじめ社長の動画がうんぬんっていうのは、まあ、実際どうなのかなと思うわけです。要は失禁というものの体験をほとんどの人がしたことないわけじゃないですか。僕とか看護学生だったので、まあ、結構レアですよね。おむつの中に、はい、しっこしてくださいみたいな感じで言われて、もう強制的にさせられるみたいな、そういう経験がない限り、普通の人たちってしないですよね。自分自身がおむつをわざわざ買って、実際にそういう失禁をしてみると、そういう経験をしてみましたかって言ったら、多分ほとんどの人がしたこともないし、倫理的に問題だとか、不快だって言ってる人たちも、してる人っていないと思うんですよね。まあ、中にはしてる人いるかもしれないんですけども、ほとんどしたことないと。ただそれを見ることによってどうこう感じてるっていうことがあるので、まあ、そういうことも踏まえると、まずね、自分で失禁ってどういうものなのかっていうのを経験してもらいたいなと僕は少なからず思ったりもします。そこの上でじゃあどうなのかっていうことをね、発言するっていうのであれば、まあ、ちょっとね説得力もあるのかなと思うんですけども、実際にあの機械を使ってあの動画を見ただけで倫理的にとか不快だとかっていうものを感じる時点で先入観とかっていうのもあるんじゃないかなっていうのは感じたりしてるので、トータルしてみるとね、はじめ社長が全部悪いわけではないし、なおかつあの中の入っている動画の内容の中でちょっとこれ行き過ぎじゃないかなっていうのも確かにあるし、だけどもああいう動画があろうがなかろうが、実際に失禁っていうものに対して笑う人もいれば笑わない人もいるし、笑うことがおかしいという人もいれば、いや笑っても仕方ないよねっていう人もいるし、僕みたいに、まあ人間だったらね漏らす時もあるよねって、出るものは出るしねみたいな感覚の人もいるしっていう、まあ、いろんな人がいるわけなので、まあ、それがね一概にあの動画を全部ダメだみたいな、ああいうふうに言ってるのも、まあどうなんだろうなっていうのは感じます。ただまあ、いろんな意見があっていいと思うので、まあ、実際にトータルして考えればね、あの動画自体は悪いものじゃないのかなというふうに感じますし、あれをきっかけにね、じゃあ失禁というものがあるんだっていうことを知る人もいると思うんですよね。なのでそういうことを踏まえると、まあ、一つね意味のある動画だったんじゃないかなと思ったので、今回はまあ否定している人たちに対して、まあ、ちょっと否定しすぎるのもどうなのっていうことをね感じたんで動画にさせてもらいました。実際ね、自分でね、ほんと失禁してみてください。僕も10年以上前の話になるんですけども、実際おむつの中にしてみて、まあ、すごい経験をしたなと思いました、本当に。実際に自分でしてみるとですね、あなんかね、こういう感じなんだなっていうのもあるし、まあ僕はね、おしっこだけだったんですけども、お通じですね、便を失禁する方もやっぱいるわけですよね。そうなった時に、じゃあその経験っていうのは僕はしたことないんですけども、まあした方とか、そういうことを経験されてる方たちっていうことの、まあ、気持ちになることができると思うんですよね。まあそういう時に、実際のこう気持ち悪さだったりとか、恥ずかしさだったりとか、まあ、実際にこう感じてることだったりとかっていうのをいろいろ感じるわけですよ。でもそれってしてない人は分かんないんですよね。だろうな感じとか、周りでそういう人たちがいらっしゃるからそうなんじゃないかなっていうふうに感じてる人たちいるわけですよね。実際に僕とかおむつを履いて、おしっこをして、それでまあ何分かねいてくださいみたいな感じだったんですよ。でやっぱそうなってくると、実際におしっこをしたことによって匂いがどうなんだろうかとか、漏れてないだろうかとか、触っている時にだんだん冷たくなってくるんですよね。おしっこって最初あったかいんですよ。その体温で温められたおしっこが出てくるんで、最初はあったかいんだけどだんだん冷たくなる、その気持ち悪さだったりとか、あとはずっとねそれが皮膚に当たっている気持ち悪さだったりとかね、そういうねこう自分自身で感じることができて、だからこうだああだっていうんだったらまたわかるんですけども、そうじゃなければどちらかというと偽善だなと僕は思うので、まず自分でしてみるっていうことをした上で、あの動画どうなのかっていうのはねコメントしていただければなと思いますんで、まずやってみましょうっていうことをね伝えつつ最後に締めたいと思います。じゃあ今日はこれにしようと思います。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。
もしよかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。